えー、僕はもっと大人気の笑いコンビのツッコミでした四角市大学時代から20年にわたり女子高生のセーラー服を盗んでいたことがバレて警察に捕まってしまいました押収された制服は600点です執行猶予がついたもの事務所を組みになり相方にも嫌われてしまいましたこれからどうしたらよいでしょうかそういうセーラー服ってどうなるの戻ってくんのその一応なんか犯罪の証拠ででも警察がずっとそれ持ってても倉庫埋まると思うからもなんか倉庫代もかかるから返すの どう,どうなるんですかねまあなんか、それなりに有名な人だったらなんか、1.1万円とか売れれば多分600万円ぐらいになると思うので、なので、そのなんか、あの、キチガイ変態コレクションみたいな名前で1万円ぐらいで売って被害、被害者の人に一生懸命お金返せばいいんじゃないでしょうか。まあでも日本の場合って割とあの、犯罪をやってもその、逮捕はされて刑務所とか行くけど、お金没収にならないことが多いんですよね。 なので、あの、すげえ儲ける系の犯罪やって、結局、あの、刑務所に行ったけど、出てきたらお金持ちですみたいなあったりするんで、なんかあれはどうかと思いますよ。フランスで、確か5年前ぐらいに釈放された人で、保険会社の現金輸送車のドライバーだった人が、現金を輸送するトラックに乗って、そのまま逃走して、日本円で40億円ぐらい、 あの、持ち逃げして、逮捕はされたんだけど、結局そのお金が見つかってないっていう人がいるんですよね。なんか、フェラーリとか乗ってたから、絶対金持って。 売ってってるし、金持ちなのは確かなんだけど、そのお金がどこにあるのかわかんないって言うんで。確か2018年とか4年前ぐらいに釈放になったんですよね。まあ、釈放というか刑務所に行って刑を全うしてなので、まあなんか要はその何年か刑務所に入って、も40億円だったら全然いいよね。みたいなのがあるのでなので、なんかお,お得刑務所。何年か入るのはきついことだと思うんだけど、ただまあその出てきたらもう一生お金に困らないっていう生活が待ってるっていうのはなんか。まあその犯罪やり得なんじゃ。か だから4,000万円ぐらいでこう逃げようとしてる日本を見るとしょっぺえなーと思いますね。<music>